まあ洋服僕好きなんでいろんな服を買って着るんですけど、31人の頃一番なんかドメスティックのいろんなブランドを買って着てて、その時期に水木有沙さんとキャリーパミュパミュちゃんと3人で MC の番組やってたんですよ。その時にいろんなファッションについてお話しするっていうコーナーがあって、男性のファッションどういうのが好きですかって話になった時に、もう一致して2人の意見がシンプルなパーカーが一番好き。ちょっと待ってくれと、こんなに服を愛して自己表現でこうその洋服を作っているデザイナーさん、この情熱をね、ファッション業界の情熱、僕らのその要は漫才とかコントとかあんなんよりもうギャグだけみたいな、ギャグでいいって言われてる寂しさ、いやギャグもいいけど漫才とかコントとかいろいろあるじゃないですかっていう、いやでもシンプルが一番でやって、そうかって思って帰ったんですけど、3日後にパーカー2着買いましたすぐ買ったこれがモテるんや。アリネーはハイブランドも着るし、でもともとおしゃれな方ですし、キャリーちゃんは当時原宿のそういうね色をいろいろ使ったやつも着るし、なんかスポーティーな服も好きでどんなんでもね着れる、その2人がパーカーって言ったらもうパーカーなんですよ絶対。やっぱパーカーでしょで僕パーカー買うってもやっぱいらんことしてしまうんですよ、未だにこの辺のなんか紐がこうぐちゃぐちゃぐちゃってなってたりとか吉井さんとこの前行ったエロティックでももう何十着目だっていうパーカー買ってましたもんね。そうですね。であれもここがこう開いてて個性的なデザインが一個ちゃんと入ってるんですよ。あれ買う時も頭の中にパーカーはモテるっていうのはやっぱ一回ダサいですダサいです。え？ダサ。それやめた方がいいです。パーカーはモテるんですダサかった。水木さんとキャリーちゃんが言ってますから、これ間違いないんですから。そうか、はい。100の3。アメリカ行った時にグランドキャニオンに行ったんですよ。メンバーは吉村くん、僕、マネージャー、はい、パンサー向井、はい、サルゴリラ小玉、はい、で面白佐藤みたいなメンバーで行って、ほんでヘリコプターで行くんですよ、ラスベガスから。でパイロットがいて、でみんな席座るんですけど、ヘリコプターもバババババババってめちゃくちゃうるさいんで、こんなごっついヘッドホンをこうつけるんですよ。ほんで音をまず聞こえにくくして、その上でマイクがついてるんです、このヘッドホンに。で誰かが喋ったらその声が全員に行くっていうシステムなんですよ。でもそんなねアイテムを渡してしまうと、これ芸人ばっかりやからここのにふさわしくないようなことを言ったりしてみんなを笑かすみたいな、やり合いになるじゃないですか。で僕はラスベガスから飛び立った時はそのノリにある程度合わせてたんですよ。吉村君そんなん大好きやからずっとやってて、僕はグランドキャニオンに差し掛かったあたりから、こんなん一生に一回かもしれんねんからふざけたまま終わりたくないと思って、一回一人の世界に入ろうと思って、ちゃんと自分の感覚でグランドキャニオンと向き合いたいと思ったんで、持ってた自分のイヤホンをこのヘッドホンの下から仕込んで爆音でロックを、このグランドキャニオンのロックを流して、僕対グランドキャニオンでこうやってずっと見てたんですよ。吉永君はもうずっとでもみんなとふざけてたんでしょうね。でも僕はこれつけてるからそれに一切反応できなかったんですよ。ほんならそのロックが1曲目が終わって2曲目に行く間のあの静かな時に、吉村君の寂しそうな声で、まったん怒ってんのかいって言って聞こえてあ、ごめんごめん聞いてへんかったつって
多分ずっと僕が無視してたんでしょうね。そうでしょうね。僕は想像するに、はい、待ったんだよって言って返答 なし、え待ったん、なんだよお前みたいな、おいこらーって言ってずっと言ってるけど、ずっと僕が無視してたからで、そのタイミングで待ったん、怒ってんのかいっていうのが聞いてで、僕はあーごめんごめん、聞いてんかった、音楽聞いてるからってまた2曲始まって、こうやって見てで、降りてからよくないよつってこれみんなで旅行してるんだからって言われて、そうやなつってで、僕はずっとメモ帳持ってるんで、こうメモ帳なんかこうやって出して、こうやってペン持ってるから、ペンでこうやってその思ったこととかこうやって書いてたら、メモすんなよつって、みんなでふざけてんだから、気づいたり思いついたりしないで本当につって、不安になるし楽しめないからって言われていやこれは俺の旅行の仕方やからええやんって、いやダメだ、よくないよっていう集団行動のあり方をグランドキャニオンで教わりました、ね、吉村君に。さすがっすよ、ずっと旅行の真ん中にいるんですよ吉村君。でも寂しがり屋やから、ちょっとでも一人とかなったらすっごいなんか不安になるんですよ。僕やっぱ一人になったり自分の興味あるものを行きたいんですよ。だからグランドキャニオンに着いて、で6人が降りるじゃないですか。吉村君はこっちになんか行ったんかな、で僕は一人でグランドキャニオンのなんかこの危ないところとかをこう覗きに行ったんですよ。で気ぃついたら残りの4人が全員僕の方についてきてたんですよ。で、あれ吉村君はっつって振り返ったら、遠くから吉村君がおいって言ってなんでそっち来んだよみんなっつってでそれはなんかね、別に狙ってたわけじゃないけど自然とそうなったけど、そういう時に面白いなと思って、旅行に吉村君おったら楽しいですよ。吉村君、うちの当時のマネージャーで、面白さと、この3人はアグレッシブなんですよ。で英語わからんなりにこう果敢に現地の人とコミュニケーションを取って楽しくわーってやれるんですよ。で僕と向井と小玉はもう本当ダメで、その3人の後ろにずっと隠れるというか、向井も意外とそうじゃないですか、恥ずかしがり屋やったりするから、吉永君にずっとこの3人が全然ダメだよその3人みたいな、怒られてもっと弾けろみたいな言われてましたね。いや本当向井は後輩ですけど、芸人としての姿勢含め学ぶことが多いんですけど、僕らからしたらなんかそんなイメージないんですけど、本人が言うにはメンタルが弱いらしいんですよ。あんまそんなイメージないじゃないですか。だから最近向井がメンタルを鍛えるためにやってることがあって、それは一人でボウリングに行くことなんです。一人でボウリングに行って向井聡っていう名前でやるんですよ。周りの人はあれあれパンサーの向井じゃないって思う、その視線に耐えながらいかに自分のメンタルを安定させてちゃんとボウリングの球を投げれるかっていうのをもう半年ぐらいやってるんですよ。で聡ボウリングクラブっていうボウリングシャツも作ってやってると。で最初はそんなうまくなかったけど、今アベレージで130点台出せるようになったっつって、でマックスが168、すっごいやんって話になって、で向井僕こだまでやってるラジオで、今度じゃあ3人で行こうみたいな。で僕も昔からボーリングってストライク取った後にどういう顔したらいいかが分からんくて苦手やから、確かにあれはメンタル鍛えられるわと、で行こうって言って3人で行ったんですよ、ラジオ前に。で1ゲーム目が僕が110、児玉が確か105で、向井が92このメンタルなんですよ。で2ゲーム目が僕がコツ掴んできて172、児玉が85崩れて、
で向井が93 最初はなんかメンタル鍛えるもあったから、おい今日ラジオのフリートーク喋ること決まってるかとか、児玉と僕が集中力を欠くようなことを言い合ってたんですけど、途中から向井の時2人とも完全に黙って、頼むストライク取ってくれみたいな。で向井がストライク取ったらなんか、いや今のは今のだって球の軌道がもう全然ちゃうもんみたいな。めっちゃ褒め始めて、で3ゲーム目僕が126で児玉が115で向井が102 なんとか3人とも100。期待はちょっと上がったんですね。メンタルの大切さを教えてくれましたね。ああいう時の向井おもろいよな。そうなんですね、意外ですね。それもでも言ってました、あのもういろんなことが気になってくるんですって。又吉さん調子いいなとか、二人が俺に気使って褒め始めたなとか、視野広いじゃないですか、はい、今誰がどうでを全部見てるから、いろいろ気になって投げれなくなっちゃうらしくて、それはやっぱりね面白いとこですよね。いろいろできそうに見えて、そうですね、うん、ちょっと抜けてるとこがあるっていうね。僕6月2日に誕生日迎えて43歳になったんですよ、うん、母からメールが届いてまして、お誕生日おめでとうと。でその日すっごい全国的にでしたけど、特に関東が大雨で、はいはいはい、雨は大丈夫ですかとメールで、その後に直樹が生まれた日は雲一つない快晴でしたって書いてあったんですよ。なんで今なんっていう43回誕生日あって一回もそんな話聞いたことなかったんです。でもその雲一つない快晴でしたっていうぐらい強く印象に残ってるわけじゃないですか、はい、直樹が生まれた日は晴れてましたけどねぐらいやったら今回っていうのも分かるんですけど、はいはい、雲一つない快晴でしたはもっと前に言うタイミングがあったんちゃうかな。だけどすっごいなんか嬉しかったですね。それこそ誕生日なんて最も親に感謝しないとねいけない日ですからね、うん、そうやな、感謝しときゃええのに、雲一つない快晴でしたってなんで今なんやろうって思ってしまうの嫌ですね。うず高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。